そうそうそう。まっすぐ走る。今のところもさ、はい、斜度が急だったから、はい、我慢してさ、はい、ペダルが上に右の足が来て、はい、左の足が上に来て、はい、っていう時に、はい、我慢してさっき言ったみたいに上半身でさ、はい、お腹の奥に力入れて支えるっていうのをやるんだけど、はい、でも見てると、はい、踏み出しをさ、はいはい、早くしようとしてるのね、はい、だからそれはなるべく待ってあげて、ペダルが必ず進んでる限りは、はい、どんなスピードでも、はい、ペダルが押し上げてくれるから、はい、それをさ、はい、お腹の奥と上半身で支えながら、はい、ペダルが上がってくるのを待つ、はい、で今もこの右、右がそうやってさ、はい、下に降りるときに、はい、早く踏もうとするとね、全部崩れちゃう、はい、でそれをさ待つペダリングって言うんだけど、はい、焦って踏み出しを早くしようとしないで、はい、上支点に通過してからちょっと待ってあげる、はい、そういう感じでやるとさ、はい、ペダリングの効率が今より全然上がるから、はいはい、より少ない力で速く走れるよ、はい、そうそう、そのイメージ、今の角度、はい、右足だったらそうやって、はい、そう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 。まっすぐ走る、まっすぐ走る。もうちょっとスピード出していいよ。そうそうそう、そんなイメージ、そんなイメージ。呼吸になってるから頑張る。そうそう。